こんにちは。今日は息子の部屋にエアコンを取り付けます。やっとレン君が自分でつける気になったみたいです。こういう今部屋の状況で、レン君が片付けに来ました。今日取り付けるじゃろ。うん。お、じゃあ皆さん、レン君が、パパのところに来て1年間手伝ってきたんですが、その成長ぶりを見届けてください。お楽しみに。はい、これどう見ればいいと。どういうこと、どう見る。なんか、あ、寸法、寸法とかしたかなんか、背板の取り付けはほぼ初めてなので、背板の取り付けを親父が教えてみたいと思います。はい、はい、まずこれ見るやん、うん、こうやって表を、うん、じゃここね、配管穴中心まで130、本体端まで215、うん、この線よりって書いてあるの、うん、でこの線より130のところにこの中心が来ますよって、で215が端ですよって、でここばっか見よったら左側の寸法ちゃんと見とかな、これに合わせてつけたら左の壁に当たって入らんとかあるけん、この通りにつけないかんかっつったらそうじゃないの。だけど130のところに本当は穴が来るようにしたいけどね、この寸法やったら、うん、でそれをすることによって壁がここにあったとするよ、うん、そしたらギリギリまでやっぱこ穴にこれを寄せたりする、うん、そしたらあの130じゃないところに来るよ、うん、その時はこっち側をこの辺で曲げたりするようにする。あー、 OK、 もう分かった、うん、分かった。寸法はパパが教えたっけ、意味分かるよ。215って 21.5cm、 それは分かる。よし、じゃあそれしてみたい。高さをここに合わせないから、穴の下をここに、うん、でなんか勾配とか穴が見えたりするよ。失敗してもいいけど、やってみ。ビスが、あ、道具箱こっち入れる。サービスでいい、でない方がいいの。まれっこやつ。パパがなんでそのビスもなんでこれがいいとか言おうかもわからない。エレンが思うには、うん、こっちの方が多分太い、ね、あ、鋭いくない。あのね、サラビスって大体木用という木、あ、木に打つんやったら絶対抜けませんよ。でそのタッピングがどっちかというとプラスチックとかこういうボード用っていうの、うん、でそういう使用用とかじゃ、コンクリートの時とかその太さによって変えたりとか、うん、でけんここは答えから言ったら下地が入っとったら木、じゃあビスでけんサラビスでもいいし、こっちでも、あ、どっちでもいい、どっちでもいい。ただサラビスの方から先が尖っとけ、こうさあよくあるやん、インパクトこうやってカタンってこう、そっちのビスの方がカタンってなりやすいけん、サラビスの方が一回クッて刺してピーって回したら抜けることがないというビットか、あっていう意味があったりする。やりやすいのはサラビスの方がけど、木以外はあれ効かんみたいな、うん、その木の感覚とかも打ったら分かる、うん、とか抜いてみた時に木が出てくるとかさ、木くずが、うん、そういうので、あ、ここ下地が入っとうなとか、ボーダーなんか打たないかなとか、なんかもうちょっと左に押したくいっちゃうの。すげえずれとるよ。あのさ、うん、この配管中心ってことはさ、この配管 の穴のこのことで、そう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 、穴の中心だけん、こういうことで、それは寸法やけど、穴の中心っていうよりかはエアコンって出荷した時こうなっとろ、うん、これをこうした時ここの寸法いいよ。なるほど、中心だけん、それやりやすい方はそれに合わせて右ポンって言ってる、パパたちは。で、しかもこの穴あるやん、これが中、この線に、そう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 、そこからそれに、それ多分パナソニックがスケール引っ掛けるようにそこわざとそういう風にしてくれと。130かすった、うん、何かすったって、なんか、まあかすった、もう穴が広い。これ、戻らんてよね、ネジ穴が潰れて、なんかその位置が悪いけんだ、そういうこと言うたよ、脚立の位置が悪いけんだ。こんな位置でやれるか、パパでもやれんか、それそういうとこも面倒くさがんなって言うよ。面倒くさがったら怪我したり、後からやり直しするとき、もっと時間がかかる、手間がかかる。最初が全部感じやん、時間がかかっても。うまく活かしたんやったら、面倒くさいとこ省いたらいいから。
蓮くん、今日お客さんからチップを蓮くんがいただいてました。2000円ありがとうございます。これはちゃんと蓮くんに渡します。蓮くん、これお金置いとくよ部屋。うん、ちょっとお手伝いしてって言われて、奥さんから。で、息子ちゃんお願いって言われて、お小遣いあげるからみたいな話で、で、僕もあ、どうぞお願いしますみたいな感じで、蓮くんはそれを扇風機の取り付け、あれ、うん、かなんかしたら、お小遣いいただきました。ありがとうございます。蓮くんはまた頑張る理由ができました。これ、いけんよそれ絶対つかんし、水漏れるよ。右ちょっと下げた方がいいよね。うん、ちょっと下げればいいよ。さすが勾配をちょっとね、ちょっとよ、でもほんとちょっとにしときよ。まっすぐでも問題はないじゃん。セーターが打てました。はい、ん、セーター結構難しい。難しかろう、うん、前パパに簡単って言われたわ。うん、なんか簡単そうかなと思った入れております。セーター打っただけで汗かかんやった。めっちゃ汗かかんね、うん、僕も書くの分かるね、うん、いいよ、頑張って。でも前よりセーター打っても早かったね。前もっとなんかもうすっげえ時間かかってた気がするもんあの理屈が多分分かってきたけどね。あ、これじゃあ水流れんなとか。うん、うん、あ、戻したと補助かいっか。ちょっと、うん、うん、いいと思う。おお、バッチリ。よし、来ました。これは僕用の腰道具なんですけど、蓮用の腰道具もいつでも蓮がつけたいといえばつけれる準備は僕はしてるんですけど、今まだ14歳で、身長もまだ伸ばしてほしいので、なんか腰道具すると身長伸びなくなるんじゃないかなって僕は勝手に思って、あんまりつけさせないようにまだしてます。ただいつでもつけれる、もう準備だけはバッチリできてるんで、では蓮くんが腰道具をつけたいなって言えば、もうドゥ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 ン、僕ドラえもんぐらい用意してます。それを僕は今楽しみに待ってます。ゴミ箱がいた。少しね、出すのがコツですよね。蓮くんはリーマを覚えてからフレアの失敗がなくなったよね。リーマのおかげかな。いや、それもあると慣れてきた、慣れてきた。あの、出し代が分かってきた。何が悪かったか分かる。出すその、ちょっとなんか回し方みたいな。あ、
もう今ぜ自信があるやん。多分間違わんと思う。前までなんかたまに蓮くんフレア失敗してたりしてたんですよ皆さん。それとかあと僕にこれ大丈夫かなとか聞いてきてたんですけど、なんか僕的にはこのヒデさん、エアコンテックのヒデさんのチャンネルで紹介されたこのリーマを買って使って、これ使い出してからぐらいから蓮くんがなんかフレアのことをこれ大丈夫かなって聞いてこなくなったし、まあ、僕もそれで内気と接続するときとかに、まあ、これ危ないなとか思うことがなくなって、1年ぐらいで1年そうですね3ヶ月前ぐらいからフレアはなんかバッチリになってきました。なので手伝い出して8ヶ月ぐらいか。蓮くんは一回この配管をなんかもうネット回せばすぐつながるような感じにこう合わせてからナイログ塗って取り付けしてますね。いつも多分蓮はそれがやりやすいと思うので蓮はそのやり方でしてます。ポケロビブラックを使ってます。で、通って腰をブラストってきました。いや、うち蜂さんを何回か目撃しておいて、その穴の中に蜂さんとか入ってます。いや、虫とか入ってきた。でも念には念をしてた。あ、はい、わかりました。もうつけたことで喜んで、もう周りが見えてないね、なんか
わかるよ。嬉しいもんね。着きました、エアコンが。今から試運転に入ろうと思います。検電器でも 100V は確認済みです。うおー、ピーッと言いました。何で試運転しようと。冷房、冷房、冷房16度で、はい、はい。なんかさ、多分この前のつけとったさ、人の匂いがする。ああ、クリーニングして、なんかわかる、犬みたいなんですよ。いや、使いよったら多分ね、消えていく。前の人、ニンニクと、あの、何、インド人みたいな人が使うときは、いや、ガチで。犬は飼ってなかった。ただ、家何回、パパそこ3、4回行っとって、その現場、うん。めちゃくちゃニンニクの匂いがしたときと、なんかスパイシーな匂いしたときあったっけ。それ、すっと可能性はあるよね。まあいいや。レン色に染めてあげてください。はい、ということでエアコンの取り付け、レン君無事終わりました。はい、1年ぶりに一人で取り付けしましたけど、どうでしたか。大変でした。大変でした。はい、何が一番大変でした。外気、外気の何、配管、配管とかもいろいろ。大体いつもさ、外気ばっかしてもらいようや。うん、で、今日フルにさ、一からしたやん。で、セイターが意外と難しいって言おったよ。うん、で、セイターを久々触ったのと、外気。いや、別になんか、うん、外気が一番難しかっただけやけど、うん、別になんか、そんな難しくない。なるほど。その中で一番難しかっただけで、うん、ただその全部、なんか別にそんな大変やったわけ。ああ、そのエアコンの中で一番大変やった。室外機は、うん、ああ、じゃあそれが別に大したことなかった。今、セイターぐらい。ん、セイターぐらい。セイターぐらい。ああ。室外機でもさ、その今日大変やったって、いつもお客さんのとこで室外機しようときも大変と思う。いや、別に。自分、ただ一番、今回で一番大変だった。大変でもね、重かったってこと。ね、面倒。つなげるとか。ああ、あの、外気にこう、ピュって配管曲げたりするとこ。うん。内気の配管とか。あー、で、暗くなったけどね、うん、暗くなった時の工事とかあんましたことないけど、やりにくかったね。うん、バリバリ無事冷えております。途中ちょっとガスがシュッてなったんで、なって、レン君がエアコンが効くかすごい心配してたんですけど、無事大丈夫でした。むやみにガスは漏らさないように皆さん気をつけましょう。はい、ありがとうございました。今からレン君の部屋を片付けます。ベッド引きます。パナソニック頑張って長く動いてください。バイバイ。